エントランスオブザフォレストのおしゃべりオブザフォレスト。One Friday night, saw you at old diner. I turned on the jukebox and played my girl. You know I never dreamed of people's love. 皆様いかがお過ごしでしょうか。エントランスオブザフォレストでございます。阿部でございます。高木でございます。本日この動画ですね、何の紹介でもございませんね。皆様にご報告がございます。はい、なんとこのチャンネルの登録者数が300人突破いたしました。ます。この春、ですね、200人突破しましたみたいな動画を作ったときに、はい、年内300人いったらなみたいな寝言みたいなこと言うとりましたけど、まさか11月初旬に突破いたしまして、心も一人に皆様のおかげでございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次は500人目指して、はい、でまあ、今後なんですが、正直手持ちのエフェクターももうそろそろ底をつきそうで、はい、まあ、あとギター何本か、とアンプ何台か、もちろんありまして、他のエフェクター、その基本的に歪みエフェクターをっていうので始めたんですが、ワウとかコンプとかドラムとかやってもええねんけど、それやったらまたぶちゃ増えてまうしなみたいなもあったりとか、でまあエフェクターは歪みだけにして、前回アップしたジョン・メイヤーサウンドのドラムとか、ああいう企画を作ってまあやったりとか、あと小物ですね、ピックとか。こんなの使ってます、はい、でこう、こんな違う、これぐらい違うんですよとか、はい、あとまあ我々二人でもスライドするんで、まあ、スライドバーの材質によってこんな音変わるんですよとか、あとこういう時はこっち使ってますとか、はい、まあ、二人でもスライドできるんで、実演を踏まえてその辺もお届けできたりとかもあるんですよとか、あとはまあちょこちょこ取りためてるカバー動画、そんなんええねんみたいな声も聞こえてきそうですが、そうやな、一応我々はアーティスト活動しておりますので、カバー動画とかも間に挟みつつ、あとお聞きいただいたことのある方、どれぐらいいらっしゃるかわかんないんですけど、ちょっと概要欄にですね、うちの音源各サブスクの URL 貼っておりまして、嘘でもいいんで、1回ぐらいはですね、こいつらどんな音楽やってんのかみたいな、聞いていただければ、そうですね、幸いでございます。はい、で最近、またバンドでプリプロしておりまして、はい、まあ、そっか、来春ぐらいまでには、新しい音源、また発表できればと思っておりまして、まあ、ライブ活動もね、そろそろ、やりたいんですけど、次もまたというか、まあ、前回知らんから言われそうですけど、配信になるかな、まあ、もう半分ぐらい僕は固まってるんですが、皆さんこの動画でですね、音源出しましたみたいな動画も出そうかなと思いますので、そちらもチェックしていただければと思っております。 YouTube やったら登録なし、あ、そうそう、広告さえ我慢していただければ、まあ各、ね、皆さんがその登録されてるサブスク、まあ、いろんなサブスクご用意あるんで、何かしらかは聞いていただけると思うので、ぜひ聞いていただければと思います。で、エフェクターなんですけど、はい、いろいろね、考えてはいるんですよ。なんか借りてきてやってみてどうかなとか、もう頭たまによぎるんですけど、なんか、まあ、最初の動画見ていただいた方いらっしゃるか分かんないですけど、あくまで自分が納得してこうて、ライブやレコーディングで使うて、そのアンサンブルして混ざった声とか、そういう経験を踏まえた上でお届けしたいなという、まあ、すげえ綺麗事なんですけど、あくまでプレイヤー目線、ここで鳴ってる音だけじゃなくて、まあ、ここで鳴ってる音だけやったら別に自分で楽器で指導してやるような話になってまうんで、あくまでそのせーのでドーンって出た時にこうやからこういう使い方してるんですみたいなのを踏まえたこうリアルをお届けしたいなっていうのが心のどっかにございまして、そうですよね、なんかあいつの持ってるあれちょっと試してみたいなとかもいろいろあるんですけど、まあ、その辺はちょっとまあいろんな方がやってらっしゃるのもあるし、ただまあ新品で買うて最近買うたんですってこう自慢みたいに「どうや?」みたいな、そういう動画は全然この先もあると思うんですよ。買うたでみたいな、ただ、まあそれでも買うてここで開封動画じゃなくていいとは思うんですよね。実際ライブとかリハで多分何回か1回2回は使ってみないと、こうだけどなんかあれみたいな、なる可能性もなきにしもあらずやん。たまにあるからね。たまにもあるんですよ。楽器屋でそうした時ええ感じだったのに、なんかこう、せーのでアンサンブルでドーンって出したら、全然抜けてけえなとか。いけるやろ思って買ってんねんけど、そうそう、抜けるんちゃうと思ってんねんけども。そう。で、結局まあ、それってまあ、
ね、その使うアンプによってもだって全然聞こえが違うんで、だからまあそんなんで、まあ、ほんまにだね、ギターもアンプも全部持っててそうできればいいんでしょうけど、そういうわけにもいかないんで、まあ、そこのトライアンドエラーを繰り返して残ったのが今ご紹介したギターなんで、まあ、今後もそれは、まあ、死ぬまで僕らが多分続いていくと思うんで、まあ、新品購入の時はあの僕らの自慢話にお付き合いいただいて、まあ、そういうのもあるんだというのも嬉しいやん、嬉しいなんてね、もう人に言いたいなってしゃあないので、分かりやすい大阪のおっさんなんでと、まあいろいろですね、これからもゆるゆるダラダラグズグズでやっていきたいと思いますので、なんとなく我々にお付き合いいただければなと思います。というわけでですね、今回は300人ありがとうございました動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。エントランスオブザフォースでした。ありがとうございました。さあバイバイ。